フェラーリ解310は、スクーデリアフェラーリが1996年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ1カーで、ジョン・バーナードとグスタフ・ブルナーが設計した。1996年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは648。F310 とは、フェラーリ3リッター V10 エンジンから取られた。 1996年からエンジンをフェラーリ伝統の V 型12気筒から V 型10気筒に変更した。また、ガソリンも1973年以来の付き合いであったアジップからそれ以前に使用していたシェルに変更された。1995年ワールドチャンピオンのミハエル・シューマッハがベネトンから移籍してきたため、 1990年のアランプロスト以来のカーナンバー1をフェラーリンが付けることになった。ギアボックスはカーボン製スペーサーを持つチタン製ケーシングを採用したが、度重なるトラブルのため一時旧型に戻された。フロントノーズはハイノーズ化の自流に逆らい、先端の低い位置でフロントウィングを一点支持する形とした。サイドポンツーンは、K92A と似たような形状となった。 インテークが外側に張り出し、サイドポンツーンカタンとアンダーパネルの隙間に基準を流し込もうとした。しかし、1996年からドライバー保護のため義務付けられたサイドプロテクターをウィリアムズやジョーダンはダミープレートを付けることで小型化していたが、フェラーリは規定通りに設計したため非常に大型なものとなり、リアウィングに向かう気流がかなり乱されていた。また、 インダクションポットの吸気効率も悪く、少しでも改善しようと、ドライバーがヘルメットを傾けて走行するシーンも見られた。F310 は1994年の 412T1 と同じく、ジョン・バーナードの基本設計に、グスタフ・ブルナーが修正を施し、シーズン中に大きく外観が変化した。別体のノーズコーンをやや強引に排ズ化し、 主流派の2点吊り下げ式フロントウィングを装着した。第8戦カナダ GP から投入された、このバージョンは F310 にとも故障された。第11戦ベルギー GP 以降は7足ギアボックスが導入された。開幕戦はアーバインが3位表彰台を得たものの、これが彼にとってのシーズン最高位となった。第2戦ブラジルではシューマッハが3位表彰台を得たが、 優勝したウィリアムズルノーのデーモンヒルに周回遅れにされる屈辱を味わった。第4戦ヨーロッパ GP ではジャックビルヌーブにプレッシャーを与え続け優勝まであと一歩までたどり着いた。さらに翌週の第5戦フェラーリの地元サンマリの GP ではボールポジションを獲得。ティホシたちのシューマッハに対する期待も大きくなっていった。 次戦のモナコ GP でもシューマッハはポールを獲得したが、ウェットコンディションの中、一周目のローズヘアピン後の右カーブで遠赤でマシンを滑らせ、クラッシュしてしまった。第七戦スペイン GP は再び雨。スタートで出遅れて、後方集団の中にいたシューマッハは他を圧倒する、スピードで一気にトップに躍り出て、フェラーリーン赤後発勝利をものにした。しかしその後も駆動系の脆弱さが、 足かせとなった。マシン全体を見直した改良系を投入したカナダ GP ではギアボックストラブル。フランス GP ではポールポジションを獲得するもフォーメーションラップでエンジンブロー。イギリス GP では再びギアボックストラブルに悩まされた。アーバインに至っては第7戦スペイン GP から第14戦イタリア GP までサスペンションや ギアボックスのトラブルなどで一度も完走することができなかった。終盤戦になると再び調子を取り戻し、シューマッハはベルディ GP ではウィリアムズのピット作業での失策にも助けられて久しぶりの勝利、次のイタリア GP も昼のリタイアやアレジとのマッチレースを制して勝利して2連勝を飾る。その後もポルトガル GP と日本 GP はそれぞれ2でフィニッシュ。 アーバインもポルトガル GP で5位入賞を果たした。フロントノーズの低い初期型回310、フォーメーションラップ中にエンジンブローしたため、リタイアではなく出走していないという見方もある。シューマッハの個人記録を扱う資料においては、このレースをカウントするかしないかという解釈の違いにより、通算出場数が異なる場合がある。ありがとうございます。